ここですね。おお、危ない。はい、一発で気絶まで持っていけます。役に立たん女だ。ステルス迷彩か。手品の種はいつも幼稚なものだ。貴様、そうなんですよね。この透明なのはステルス迷彩という装置のおかげなんですよね。世界最高のリーディング能力と最高記念品、今からお前に見せてやる。ああ、ダーパ局長のように頭の中を読まれちゃうんですかね。必要はないスネーク、俺はサイコマンティス。そうだ、これには種はない、正真正銘の力だ。本当なんですかね。無駄だ、言っただろ。貴様の心は全て読める。貴様の性格を当ててやろう。いや、貴様の過去と言うべきかな。随分と慎重な性格だな。石橋を叩いて渡るタイプだな。おお、当たってますね。戦闘も得意のようだ。潜入任務に向いているな。一応フォックスを目指してるんで。トラップに対する警戒も怠っていない。よほどの慎重派か根性なしに違いない。根性なし。まだ信じないようだな。貴様の趣味を言ってやろう。趣味。見えるぞ、貴様の記憶が。ポリスノーツが好きなようだ。おお。ちょっと裏でやってるんですよね、今。うん。豆にセーブしているようだ。慎重なようだな。どうだ、貴様のことは手に取るようにわかる。まだ信じないようだな。いや、もう十分ですけど。俺の念力を見せてやろう。これわざと言ってるな。床の上にコントローラーを置いてみろ。コントローラー。いいか、できるだけ平らな床だぞ。はい、いいな。わかりました。机でいいですかね。行くぞ。今からそのコントローラーを俺が念力で動かしてみせる。お、おお、おお。どうだ、俺の力が分かっただろう。何言ってんだこいつ。よし、デモンストレーションはこのくらいにしておこう。